梅雨が明けたらいよいよ夏です。夏が来たなら時にははしゃいで、時には騒いで、そして時には恋をして、今僕は更新して出てまいりましたが、いよいよ高校野球が始まる季節でもあります。このスタジアムに集う人々というのはそれぞれの思いを胸に秘めています。今日は僕が球場にいろんな形で潜入して、その思いをお伝えしようと思います。それではプレイボール。タタ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 タ。さあ、ふるさとのみんな見ててくれよな。青年、思いが詰まっているな。審判の人、邪魔しないでくれよ。今日の審判は俺だ。タタタタタン。ユンさんじゃないか。よし、俺の故郷に錦を飾る姿見ててくれよな。頑張れ。プレイゾーン、ストライク、バッターアウト。青年、残念だったな。残念なもんか。これで故郷に胸を張れるってもんだ。おいおい青年、よせよ。今君は凡退したんだぞ。わからないか、僕の故郷は沖縄。沖縄は三振がつきものだ。よせよ。やれやれ、故郷で見送られた人が打席で見送っちゃ世話ないぜ。ドレテテテドンテン。わあわあ、さあ頑張ってちょうだい。ここが踏ん張りどころよ。可憐な少女の声援の送る姿は絵になるね。誰よ、変なおべんちゃら使うのは。邪魔しないでちょうだい。汚染にキャラメルイカスカー、ダダダダダン。まあ、飛んだお邪魔虫はゲンさんね。邪魔しないで、私にとって今はチャンスなんだから。君にとってチャンスってどういうことだい。言いたくないけど、ご覧なさい。あ、テレビカメラ。そうよ、ここで可憐な少女と話題になって、モデルになって社交界にデビューするんだから。高い志は結構だけれども残念だ。さっきから撮ってるのは君の隣の子だ。それにもうカメラも撤収しちゃったよ。あ、チキショーチキショーめ、もう帰るんだから。ひどいね、みんな頑張ってるのに。最初を投げるっていうのはこのことだよ。最初ぐらい投げたっていいじゃないのよ。あのマウンドのピッチャーと同じよ。よせよ、あのピッチャーはサジなんか投げちゃいないじゃないか。でもその代わりにマウンドでフォークを投げてるわ。なんかもうちくしょう。まったく、そんなアルプスの少女だぜ。あ、テレビカメラだ。おーい、テレテテテテンテン。みんな甲子園の土を持って帰るんじゃねえか。そうだ、持って帰れ。集めろ。水も加えようじゃねえか。水も加えようじゃねえか。こねれ。おい、ちょっと待てよ。子供の泥遊びじゃねえよ。これはただの泥遊びと違うぞ。こうして丸めてできたのが汗と涙の結晶、甲子園の土でできた野球ボールだ。さん、今日一番のファインプレーだ。おいおい、ちょっとファインプレーなんてよせよ。ああ、そんな泥だらけの手でこすったらみんな傑作だ。顔が土だらけだ。おっと、そうだったな。試合に負けたのは君たちだけど、本当に土がついたのは俺の方だ。ちげえねえや。めちゃめちゃ甲子園、これにてゲームセット。はい、というようなわけで、いや、大変な高校野球でございましたけれどもですね、いや、そんなわけでございまして、代わりましての選手交代と参りたいと思います。名前は秋だけれども、この夏も元気いっぱい秋元のお二人でお楽しみください。どうもありがとうございました。